60億円の借金を背負ったらあなたならどうしますか？年収1000万円以上、バラ色のエリートサラリーマンだったはずが、一人借金40億円、めちゃくちゃ80年かかるでしょ。いや、私の人生はもう終わったなんて。はい、到底返済不可能な借金を背負った男の地獄の日々を本邦初公開。生まれた時から食べるものもない極貧地獄、25歳でホームレスに転落、あなたなら耐えられますか？会社も保証もいない、もうみんな俺の住まいだなって感じ。とっくに賞味期限が切れたパンを食べるかとかって思ってきてもらったり。30歳まで極貧生活を余儀なくされた男の壮絶な人生とは。しかしその後、誰もが知るあるものを開発し一発逆転。今の住まいはなんと6億円の大豪邸。今回の裏前は、ホンマモンの地獄から生還した男たちの裏側に迫ります。さあ今回は本間門の地獄から生還した男たちの話や。衝撃なんかお前。芝居が始まりそうやないか。違う、衝撃弾ではない。わしはめっちゃ似合う閻魔五杉や。こんな焼肉屋のオーナーおるで絶対。どう思われますか、マトさん。何がやねん、地獄から帰ってきた40億だったら俺はもう無理やな。無理ね、ちょっと。いや、絶望の彼方ですよ、ね、どうしようもないわ。そうですね。ね、では早速最初の地獄からの生還者を紹介するぞ。あの人せ、40億の借金、それはまさに本間門の地獄や。ある日突然、借金40億円を背負うという本間門の地獄からつい8ヶ月前に生還した男。神奈川県で居酒屋チェーンを営む湯沢剛社長。返済までの16年の壮絶な経験を綴った本を出版し、無名の著者では異例の半年で1万5000冊を売り上げた注目の苦労人。借金の発端はズバリ自身が経営する居酒屋。現在はリーズナブルで新鮮なお刺身や創作料理の数々が地元で絶大な支持を受け、連日大盛況。14店舗を経営している。しかし湯沢社長は、いやー、売り上げ悪いと ものすごいもうやっぱショックですよ。今でももうすごく、まあ、そのトラウマが抜けないですよね。やっぱりその昔の場合は売り上げ悪いと、もう次の日支払いができないような状況でしたから、暗くなるというか辛いですね。いまだ地獄の後遺症に苛まれる日々。昔から勤めている板前さんに社長の借金地獄について聞いてみると、それはだから見なかったですね。そういうのは見せてないと思います。全く分からない。分からなかったです。本当に私も全く気がつかなかったです。借金があるっていうことは。なんと社員は全く知らなかった。うわ、言うてまいせよ。たった一人で本間門の地獄に立ち向かった湯沢社長。一体どういうふうにして借金40億円を背負ったのか。居酒屋を経営する父の長男として生まれ、家業を継ぐのに反発し学業に専念。早稲田大学を卒業し有名ビールメーカーに就職。ニューヨークなど海外を飛び回るエリートサラリーマンとして人生を謳歌。30代前半で年収は1000万円以上。会社の同僚と結婚し2人の子供にも恵まれ、まさにバラ色の日々だった。そんな矢先の1999年、父が急死。父は
神奈川県で33店舗の居酒屋を営む会社湯沢の創業者。後継者は長男である剛しかいないが、継ぎたいはずはない。父の葬儀が終わった後に会社のですね、その取引の金融機関だっていう方がいらっしゃって、当時60過ぎの母親ですけど、もしあなたが使わないんだったらあとのお母さんを社長にすると言われまして、まあ仕事もビジネスも分からない母親社長ってわけにもいかないだろうと。母のため会社を継いだ剛、この時はまだ地獄への切符を手にしてしまったことを知らない。社長として出社するようになった数日後。ん？なんだこれ、支払い結構あるな。それは会社の決算書。半信半疑のまま借金の額を計算してみると。え、嘘だろ、40億円、こんなの払ってるわけないぞ。本当に文字通りこんな腰を抜かすっていう感じですね。間違いじゃないかと思ってこの中の数字とか見てたんですけど、何度見ても間違いじゃないんですよね。これ何回計算しても40億円ってだいたい返済まで80年かかると言われて、36歳でしたから、そうするともう100歳超えますよね。もう本当に真っ暗な気持ちになったのよく覚えてますよ。借金の主な原因は店を増やすために父が購入した土地と建物。バブル期に無理をして高額で買ったが、それを返済できるほど店は繁盛しなかった。朝から晩まで銀行を回り、払えるはずのない返済を待ってもらうため頭を下げ続ける毎日。事務所に帰ると、それは段ボールいっぱいの督促状。これまで溜まっていた居酒屋の家賃、電気代、水道代、光熱費などその額1億円以上。期限までに支払わないと全て止められ営業できなくなる。臨月だった奥さんも経理として働き、資金繰り、無駄遣いの削減などで毎日朝から深夜まで働いた。当時のことを奥さんに聞いてみると、笑顔がなくなったというか、すごいくだらない冗談とかも言い合ってたのがもうなくなったというか、相談する人がいなくて一人でいつも悩んでいるのは分かっていたので、夜も全く寝れない日が続いたりとかっていうのを見てますので。2人会話もないまま終電で帰る毎日。給料は1円も取らず貯金を切り崩して生活した。夜はあまりの辛さから焼け酒を飲み、たった半年で20キロも太ってしまった。店の方針など考えず豪快だけが取り柄だった父。33店舗中店長は2人という経営状況。そこで育った板前たちは荒くれ者の集団だった。店長2人しかおれへんねや。なんで33店舗やろ。偵察のため剛が初めて店に入ると、お客さんが1人いるのに板場には誰もいない。バイトの女性は携帯をいじっていた。座っていいの、この辺に。どうぞ。あら、スタッフのほとんどは剛が社長だと知らない。注文を入れたら面倒くさそうに板前が2階から降りてきた。たまにあるよね、こういうの。料理を出すとまた2階へ。嫌な予感がした剛は後をつけた。すると、板前ら4人で麻雀をしていた。しかし剛には板前たちに注意できないある理由が。怒るとやめちゃうんで、ちょっと怒るとすぐやめちゃうんですよ。あ、じゃあやめさせてもらいますと。でやめちゃうと店が開けられないじゃないですか。で店が開けられないと売上金が入ってこないんで、明日の仕上げができないから、あ、片目つぶって両目つぶって最後見ないようにしてました。どうなんとかならんか。さらに金曜日の夜9時という最も忙しい時間に訪ねると、お客さん、もう店終わりなんすよ。え、24時
でじゃないの？いや、板前さんが疲れたって言うんで。なんと別の板前はお客さんと酒を飲んでいた。はあ、借金のことなど知らず、剛の精神を蝕み続ける板前たち。本物の地獄はまだ始まったばかりだった。すげえなこれ。さあ、お越しいただきました株式会社湯沢社長の湯沢剛さんです。よろしくお願いいたします。いや、しかしまだね、ちょっと地獄の始めしか見てませんけど、よく生還されましたね、ここから。いや、もう本当に大変でした。借金40億円を背負うと一体いくら返済しなければならないのか。湯沢社長が実際に体験した額がこれだ。年間で3億7800万円。うわ、これはきつい。年間で3億7800万円って大手たつ金額。人の生涯収入以上ありますもんね。そうですね。さあ、これをですね、月で計算してみますと3150万円。これを1日で換算すると1日105。さらに1時間で計算すると44000円と。1時間で44000円返さないような計算なんですか。そうなんです。でもここまでいったらもう返さんでええやろってなりそうやから。無理やもう。1時間に44000円ってもう長いうんこできへんよ。4万4000円使って運行してると一緒ですもんね。えらいこっちゃわ。どんな心境でした、こういう計算出た時。いや、36歳の普通のサラリーマンだったんで、うん、40億の借金っていうのはもう天文学的ですよね、うん、全然自分には縁のない数字だったんですよ。で、今みたいに乗せばいいのにこう計算しちゃいますから。1時間4万4千円だからもう寝れないんですよね。ちょっと寝て起きたらもう数十万用意しなきゃいけないと思うと。換算してまうねや、もう1時間を。文字通り金に追われて生活してました。え、でもすみません、お父さんが残された借金ですよ。そうです、そうです。まあ、これ出た時によし、もう破産しようってならなかったですか。うん、それすごいよく言われるんですけど、はい、もう何が何だか分かんない間にですね、いろんなことを対処してる間に気がついてたら連帯保証人になっちゃってたんで、もう混乱してる中で分かってなかったです。連帯保証になったら破産とかできない？あ、できますけど、もうやるしかないっていうことでですね。この流れの中でバーってやったらもう破産しようって考えに行かへんかったってことなんですか？行かなかったんですよ。うん、なんか社長にも悪いところがありそうな気が。なんでやねん。それまでエリートで急にドンと悪くなってんか。一番悪いの親父じゃないかよ。確かにね。さあ、続くの裏がこちらです。続、荒くれ者たちとの苦悩の日々。続ってことは荒くれ者たちの部位以外にもまだあったってことですか。あの部位も大概マージャンやったり、カウンターがある中でお客様前にしてカウンターでくわえタバコをしながら寿司握ってる板前がいたんですけど、カウンターで、お客さん前にいてですね、それはまあ間違いなく怒りますよね。さすがに怒んなきゃいけないと思って怒ったら、次の日もうその3人の板前、その店の板前誰一人出てこないんですよ。もう気に入らないとみんなでこう語らって出てこないっていうこともあるんで。でもいいんじゃないですか、そんな、でも、お客様の予約も入ってるし、突然出てこないんで迷惑かかっちゃうじゃないですか。で、これを何回もやられるんでもう全然怒れなくなっちゃいました。従業員は知ってるんですか、社長は絶対に俺らをクビにすることができへん立場。うすうす分かってると思います。うすうす分かってるから余計に、すごい、そこまでのこれをクローズにも出てきてなかった。一番辛かったのは、ある店のパートさんがですね、その店の社員の人たちがみんな不正でお金を抜いてるっていう内部告発を手当てくれたんですよ。で、自分たちは真面目にやってるんでなんとか対処してほしいと言われて、ですから、まあ、証拠の伝票も入ってたんでそのお店に行って、まあ、こういう証拠もあるじゃないかと言ったんですけど、絶対やってないと言われて、うん、いや、絶対やってないって言っても証拠あるじゃないかと言ったら、うん、もう結構ですと、そこまで疑われるんだったらみんなで辞めさせてもらうって言われるとですね、こっちも偉くなっちゃうんで、うん、結局私が悪かったって謝ることになる。いや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 、ちょっと待って、向いてないんちゃいますいつか方向転換
ってるから今マジで生還したからここにいんねんから でも私どこねお店のスタッフにねちょっとね知らず知らずに年間半年で600万ぐらい給料抜かれたんですよ。でそのまま持って逃げられたんですけど、私ねそれでねカメラつけたんですよ、はい、ちょっとレジ周りとかそういうとこに、うん、やっぱりそれはなんかちょっとやっぱりこれから気をつけようと思って そんなんしなかったんですか。うちもつけてたんですカメラ、うん、でビデオなんですよ、うん、でもそれってそのビデオ撮った時間だけまた見なきゃいけないんで、うん、ものすごい時間かかっちゃいます。うわーそんなしてるの何店舗かつけてたんですけど、そうすると何店舗か分のビデオをずっと見てるのものすごい時間かかっちゃって、見ればいいじゃん。もうやることいっぱいあるから借金の返済のことも時間よくないから、もうおしめんそこや、もう無理無理、もうやめよう、まだまだ生還するからこうする、ある日突然地獄の使者に誘われ借金40億円という魔法の地獄から生還した湯沢剛社長。壮絶な日々の中眠れぬ夜を過ごした寝室にお邪魔させてもらえることに。そこにはメンタルを鍛えるためのさまざまな方法が。夜眠るために聴いていたという詩の朗読 CD、 中でも一番の心の支えとなったのが借金を背負ってすぐに作った5年間1827日の日めくりカレンダー。何があっても5年間は必死に頑張ると自分に言い聞かせるために作りました。会社倒産しなかった一日一日これをめくっていくってことによって、まあ、今に集中できるというかですね、将来のことを心配しない、とにかく一日一日を乗り切るんだっていうところに集中すると、これをめくっていくことが自分に対するものすごくこの支えになって、うん、そのことによってものすごく逆境を乗り越えてこれたっていうことがあります。だからこう捨てられないんですよ、やっぱりすごく大事で。そうなんだ、うん、借金は増えても日数は必ず減る。普通の生活からかけ離れた当時の湯沢社長には救命道具ともいえるアイテムだったのです。借金を減らすために最初に行った改革が成功点を一つ作ること。なけなしの500万円をつぎ込んで店を改装し、港から新鮮な魚を直送できる権利を獲得、メニューを一新しました。これがサラリーマン層に支持され利益は2倍に。2年がかりで成功店のモデルが出来上がり、希望の光が見えました。しかし地獄の使者はまだ見逃してはくれなかった。借金生活8年目の2007年、地獄への再入場切符は一本の電話によって届けられた。はい、もしもし。社長、店が火事です。全焼らしいです。見てない。不運にも繁盛店の一つが火の不始末により全焼。繁盛店の一つが。幸い怪我人はなく、近隣に燃え移ることもなかった。しかし被害総額は1000万円以上。そして。もしもし。社長。店長以外のスタッフが全員ダウンしました。何人か店に出られる状況じゃありません。原因は不明だが下痢や嘔吐が続くという社員たち。翌日お客さんや保健所から次々に電話が。原因は食中毒だけは出すわけにはいかないと衛生面だけは口うるさく指導してきた剛。ただひたすらお客さんに頭を下げ保証する日々だった。うわ、保健所から3日間の営業停止処分を受けた。さらに最も信頼していた板前さんが急死。どうして？利益利益でやってきた借金の返済返済でやってきたっていうことのツケが一気にここに出てったということです。再び光の見えない地獄へと転落した湯沢社長。初めて社員にこう告げた。ところが本気で反対したんですよ社員が。
ちょっと待ってくださいと、こんな事故をいくつも起こしたのは自分たちにも大きな責任があると、自分たちも人生ここにかけてるんですからと言われたんですね。その時に初めて知って、これはもう一回頑張らなければいけないということで、決意をもう一度して前に進むことにしたんです。ここから湯沢社長の快進撃が始まる。それまで距離を置いていた板前たちとも積極的に話をする時間を作り、理想の店舗を作っていきました。さらに売り上げを維持するため、全店舗で月に2回新メニューの試食会、味や原価率などみんなで細かくチェック。こうして去年の5月ようやく40億円を返済。今では14店舗で年商は15億円。すげえ。地獄から湯沢社長を救ったのはかけがえのないスタッフと地元のお客さんたちでした。最後に借金の発端となったお父さんについて聞いてみると、まあ、最初はもう恨みばっかりですよ、うん、どうしてこんなことしてくれたんだということでですね。ただ最近は本当にもう少し早く自分が戻ってあげればよかったと、一人で苦しかっただろうなと思ってですね、むしろ申し訳ないし、そういう気持ちに今はなってます。感動で泣いたの、私経営者として。なんかでもあの社員の多分言葉でこの人生かけてるって言ったことと、やっぱりそこで初めてなんか近くなったっていう、すごい気持ち分かるし、多分そこで本気にこの子たちの人生があるって思われたんじゃないですか。そうなんです。それまではあんまりそういうこと考えないようにしてたんですね。でも、まあ、うちの会社本当に人生かけてる社員がいるっていうのを初めてその時知って、ありがたいなと思う同時に、もう何とかしなきゃいけないと本気で、その時本当に社長になったってことなんですよね。その時にこの人生かけてるっていう社員の中に麻雀の人はいたんですか？麻雀の人はいなかったですけど、まあ、あの昔悪かった社員がすごく良くなっていった人です、半分ぐらいの人は良くなってくれてました。すごく良くなってくれて、40億の借金背負うと、ああいうメンタルの本だらけになるんですね。あのひらがなのへこたれない心とか、あれはどうですか、聞きましたか？窓を開けて太陽見てますけど。だいぶ聞きましたね。気をつけました、心折れるような出来事がすごく毎日毎日起こってくるんで、まあ、こういう本見ながら、あのこう心を強くしていかなければいけなかったっていうのがあります。さらに40億円もの借金を背負うと、人はこんなものにも救いを求めてしまう。宇宙に救いを求めました。どういうことですか？どういうこと？40億円っていうのはさ、あの天文学的なんですよ、自分にとっても。でその耐えられなかったんで、その宇宙 の, その図鑑とかあるじゃないですか、はい、で40億の借金ですけど、宇宙は15億光年ですから、うん、その大きさから比べれば自分 の, その借金ぐらいなんともないだろうと、あ小さなものなんだ小さなものなんだとこう 思うためにですね、しょっちゅうしょっちゅ う, こう宇宙の図鑑を見て、あのこう気を楽にしてたっていうことです。あそうか。でもこれ分かりますよ、そのなんか自分の悩みなんてこんなちっぽけなもんだっていうのを思い込むためにこう大きいことを思うっていう。僕そのこれもやるんですけど、逆にねこの自分の体がすごい複雑にできてて、たまたまこういう風に整ったから今生きてるんだっていうことを思い込むために、あの人体図を見てる時ありますね。これが奇跡なんだ、これがもうそもそも奇跡なんだから、だから悩みなんてもうちっぽけなもんなんだ。確かに意義がそこでドロンとここについてた可能性もある。分かんないですよ。そうなんですよ。辛い時に救いを求めるみたいなのにしたとかある？僕はもう簡単ですよ、もう人とか物に当たったんですけど。最悪やな。一番当たるんですよ。ドキーって言いますよ。駐輪場に自転車自分のバー掘り込んでドキー。どのようにして40億円もの借金を完済したのか、その3つのポイントがこれだ。さあ、社員を教育して売上アップ成功という一つ作り、全ての店舗に応用、土地建物を売却、もうやっぱりこれはやらなダメでしたか？そうですね、やっぱり大体10分の1ぐらいですよ。11億円で買ったものを1億円で売るとか、まあ、そんな形ですけどどんどん返済していって、で残った店に社員を人材を集中させてそこで利益を上げるっていうのがうまくいったんだと思います。
まあ、半分ぐらいになったわけですか、その店舗とか。店舗半分以下になりましたね。半分以下になったんですけど、店舗を縮めれば縮めるほど利益は上がっていった。なるほど。やっぱそれは人が利益を上げるんで、人をこう集中させることによって売上と利益が上がっていったってことがありました。40億返したら、もう今度40億儲けれるじゃないですか、ずっと返済したら。そうですね。儲かってるんですか。まあ、結構儲かってますけど。あら、すっごいうなずくから、後ろの髪がもうすごい嬉しい。これぐらいうなずかせて、これぐらいうなずかせて。だって2015年の5月に換算したんですよね。そうですね。つい最近帰ってきた、地獄から。帰ってきたってほやほややねんから、地獄から。すごいな。なんか2年後おったらなんか人間変わってくれ。あ、こそっちゃ。どうもありがとうございました。本間の地獄から生還したとこはこちらです。生まれた時から極貧地獄。25歳でホームレスに転落したのが本坊周作さん。一見どこにでもいる優しいおじいちゃんのようにも見えますが、実は今や日本では当たり前のあるものを開発した会社のアイデア社長さん。それは一体。車内を覗いてみると、女性社員が熱唱。開発したのはカラオケ。なぜカラオケ。あの、みんなが楽しめるよ、まあ、社員の福利厚生みたいなもんですね。なんと社内に業務とは無関係のカラオケルーム、さらにエステルームも。画期的なシステムを開発した。これはあれも福利厚生。気になる答えは社内からは見つからなかったが、社員にとっては夢のような会社を作ってしまった。何を開発したかは壮絶な過去を知ればわかるとのこと。1951年、鹿児島のとても貧しい家庭に誕生。不運にも周作が生まれて、すぐに母が病死。え?3人の姉と日雇い労働者だった父に育てられた。真冬でも裸足に半ズボン。学校へ持っていく弁当がないので、畑で芋や野菜を調達した。中学時代の成績は53人中52番で、高校は姉の仕送りを受けながら鹿児島の工業高校を卒業。なんとか大手自動車メーカーの下請け会社に就職。必死に働いた。そう、しかし真面目に働く新作にも地獄の使者は容赦なかった。1973年オイルショックの煽りでリストラされてしまう。鹿児島には仕事がなかったため、25歳の時に九州一の繁華街福岡へ。もちろん何のつてもない。家を借りる金もない。博多駅近くの公園で寝泊まりを繰り返した。会社もない、保証人もいない。とりあえずは公園が俺の住まいだなっていう感じ。まあ言うならホームレスやね。とっくに賞味期限が切れたパンを食べるかとかって持ってきてもらったり、まあ、自分で何やってんだろうと思いながらおかしくなるわけですよ。家がないので履歴書に住所も電話番号も書けない。履歴書が不要な仕事を10年で20以上も転職。30歳の頃ようやく家を借りることができた。しかしボロボロの長屋の一室で家賃はなんと月3000円。ガスがないので電気ポットでレトルトカレーを温め食いつなぐ日々。しかしこの極貧地獄から抜け出す希望の光を見出す。この頃の仕事は自動ドアの取り付け工事。ある日捨てられていた自動ドアの機械をもったいないのでふと持ち帰った。この時画期的なアイデアがひらめく。こんなめっちゃ使ってるやんみんな。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。25歳でホームレスに転落し、30歳まで極貧生活を余儀なくされた本坊社長。20代後半、自動ドアの工事をしている時にある画期的なアイデアがひらめく。
頭をよぎったのがホームレス時代によく目にした駐車場の無断駐車。松戸ドアは開いてしまうと、ちょっと縦にして支援をつけて、こっちに支援つけて車の中をピッてやったら、じゃあ止まって、ああ、ただあれタイムラインをビーッと上がってくると、これを作ったんですよね。え、あ、作ったんですね。そう、本郷社長の発明品が今やマンションの駐車場などで当たり前の鎖の柵、テクニカルゲート。これが一気に全国へ広がり、結婚したばかりだった奥さんと共に会社を設立。あ、さらによっぽどお金を吸い込みたかったのか、プリペイドカードの販売機や駐車場専用の領収書が出る精算機も開発。まだめっちゃ使ってるやん、みんな。その後目をつけ、会社をここまで大きくしたのが100円パーキング。九州には番犬を意味する本郷社長のパーキングがたくさんあり、シェア 50% でナンバーワン。関西はもちろん全国に3000カ所以上あります。会社の年商は60億円。ホームレスやったのに。ちなみに車は BMW で、5年前に建てた自宅は6億円です。出た。現在は社員の福利厚生のため会社に様々な施設を作る本郷社長。その真の理由とは。やることやることないんですから。稼ぎすぎてやることがないだけだった。30年にわたる極貧生活からこの世の天国に這い上がった本郷社長が、その裏側を語る。いや、よく成功されましたね。地獄からおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホームレスはどれぐらいの期間やられてたんですか。1年ぐらいですかね。そう、1年。公園で歯を磨いて、うん、夏は水がタダだから、うん、体を洗って。楽しそう喋ってます。喋ってますよ。現役のホームレスの人と喋ってる。経歴違うわ。極貧のホームレス時代、なかなかゆっくり眠れない。これはどういうことですか。どうなるんだろうねという感じですよね。不安ですよね、すごく。だから車で寝てる時でもあったんですよね。車の場合は。あの火だけ貸して寝てると、まあ、車が古いから、うん、隣近所からクレームが来て、パトカーが来て職質やって、でトランク開けろって言ったら、まあ、車の中からストーブは出てくるわ、スーツは出てくるわ、もういろんなものが出てきて、お前家出人かと言われて、ちょっと署場でとか、まあ、そういうことがあって、近所が迷惑だから海の向こうの方で寝とけと言われて、まあ、そっちに行ったりとか、そしたら今度また巡回来て、漁業組合の車が来て、最近あの魚が盗まれるんだよねって。ここで車取ってせてるの、お前が魚取ったんちゃうんだ。そりゃいいな、それ取ってないですもんね、魚は。そして30年前に自動ドアの取り付け工事をしていた時に開発したテクニカルゲートが地獄から抜け出るきっかけに。しかし当初は全く売れなかった。まず会社がない、うん、カタログがない。その要はあんたないもん多いな。いやいや、ね、いや、今はあるんです。金しかないです今は。すごいかもだね。そ、会社もない、カタログもないってことは、行って口頭で説明したってことですか。それを写真撮って大きく拡大してラミネートして、どこに付いとるんだって、向こう行ったらこっち、こっち行ったら向こう、まあ、結果的にどこにもついてないんですね。だからそれで一日毎日毎日営業して歩いたんです。どこについてるか、まず見せろって言われたけど、どこにもついてないから、店は本物見せようもないから信用してもらえなかった。なかなか。そうですそうですそうです。うわ、それが信用されるようになったのは、最初になんか、まあ言うたら物好きな方がおられたということですか。あの、そういう人いらっしゃったんですね。あの、まあ君の目の色の輝きにはもう参ったよと、つけてみろと。ほう。で、故障したらすぐ持ってけよと。でもそこにつけて、やっぱりナスなんかやっぱり中が80度ぐらい、
直射日光が当たるとゲートのそのゲートの中が、はいはい、でも IC 関係がどんどん壊れちゃうんですよ。でずーっとそこでついてってすぐ変えてすぐ変えてと、まあ、あそこが悪いなここが悪いなっていうことで、まあ、改良していったんですね。あれを作るときに毎日こう警備会社で旗振って1日4500円もらって、これ一つ片側の外側の枠だけで4万5千円かかるんですよ、うん、10日間行って一つ片側ができるんですよね、うん、でまた10日間行って向こう側を作って、この作るのも日雇いの感じで作ってたんですか、これ。それもうあの、すごいな自分で作ったんです、あれ。そらね、輝くで頼むだけに透けてっていうのは。その後コインパーキングに目をつけ、今や年商60億円。現在は天国であぐらをかく本坊社長ですが、ホームレス時代と現在を徹底比較してみました。まずはホームレス時代ですね、うん、家はどこだったかと言いますと公園で、うん、そして現在は6億円の豪邸です、ね、お家はどこにあるか、大濠公園、めっちゃいいとこです。あの公園の周りにあるとこです。あの結構いいわ。公園の中じゃいまんの。違いますよ。また勝手に公園の中で怒られますよ。そして年収がホームレスでは120万円やったんが、今は1億4000万円。すごいな。すごいわ。ごちそうがカレーライス。今は料亭の会社。わかりやすい。欲しいもの、現在は健やかな体でしたけども、ホームレス時代は温かい布団。悩みがホームレス時代は風呂に入れない。現在の悩みは、毎日が暇。すごいな、寿命余ってもうてんねん。毎日が暇だという本坊社長が充実した余生を過ごすためのアイデアを裏前メンバーが提案。あ、じゃあはい、あのやっぱりね、こう25歳の時にね、ごちそうがカレーで、でお風呂にも入れなかったわけで、それが今やね、もう贅沢の極みいけるわけですから、カレーの風呂に入る。いつまでもカレーが好きちゃうね、別に。風呂もな、入れへんかった、足さんでえね、ほんでお前カレーと風呂を。何もでもカレーも買えるわけですからね。いやいや、キャップチャップのカレーも、もう一回風呂に入らなあかんやろ。あんなのほとんど危ないねんから、ローランジョは。タイに行ってニューワーフ集めて、春菜プロデュースの店を一緒にしましょう。スポンサーにすなよ、ちょっと投資してみたらいかがかな。言うてんねん、もう。漁港の倉庫に泥棒が来ないかずっと見張る。真犯人。真犯人。真犯人。濡れ衣を。そうですね。パスタライト真犯人を見つけるのに。自分の手で真犯人を。なるほど。まどかさんはホームレス時代の格好になり、通りすがりの人たちにお金を配るというアイデア。朝声は芸人にお金を払い、自分の考えたギャグを舞台でさせ、芸人気分を味わうというもの。本坊社長がお気に召すアイデアは、タイがいいかも。うち、あのアユタイに工場があるんですよ。タイのアユタイに、タイのパタラビーチにすっごい綺麗なニワウいっぱいいるんですよ。私も結構ニワフと。タイに工場があるって仕事に行くだけじゃないですか。あ、瞬間に。ちょっと待ってください、ホームさん。私も結構ニューハーフ通って何か言いかけてました。続きをどうぞ。タイのニューハーフのお店結構行きましたっていう。結構行ったんですか。行きました。行ってるんですか。いや、すいません。毎日10枚で楽しんでる。してるとは思いません。お客さんに話を聞いてみました。最初はちょっと圧倒されるですが、気持ちいい本当です。これお店できてから約40。我々は